あいつら互いを聖騎士だと思い込んでるのか。そんな、二人ともやめて、もうやめて。あれ、王女さん何やってんの。そりゃこっちのセリフだ。あれ、団長も聖騎士は。あ、そういえば、おけお姉ちゃん大丈夫。あ、君まだここにいたの。またみんな消えた。聖騎士め、メリオダス様、ダメ。僕、離れて。またみんなを隠しただ。怖いよ、死にたくないよ。大丈夫、私がこの身に変えても守ってみせます。あ、あんたが。はい。なんて民思いの王子様。でもその言葉、どこまで本物かしら。まさか、こいつ聖騎士。ストームロンド、さあ、キャワイイワニシの草むしろを鋭い角と羽で肉を切り裂くのよ。私、約束しましたよね。たとえあなたが死んでも、私が一人ぼっちになったとしても、王国と人々を聖騎士たちから守るって。お姉ちゃん、エリザベスちゃん、おい、大丈夫か。ええ、あなた、どこも怪我はない。ふむ、こんな子供すら身を挺して守るとは、殊勝な心がけよ。だが、現実は残酷じゃ。子供が聖騎士に、今までの幻。二人がおかしくなったのも、あなたが。ふふふ、七つの大罪もわしの前では小っ端も同然よ。二人を元に戻して。うわっ、やろう。いや、ふふふ、今頃七つの大罪も互いに殺し合って命も尽きる頃じゃ。二人を元に戻しなさい。やめやめやめ。ちょっとルイン、王女様は殺しちゃまずいんじゃない。ふん、そのくらい心得ておるわ。王女エリザベスよ、その勇気に免じて一つ教えてやろう。奴らにかけた催眠暗示の正体じゃ。それはこの錫杖の、あ、ない。この小娘、まさか花からそれを狙って。よくも、よくもやってくれたな。そっちこそ、よくもやってくれたな。く、ん、術が解けたか。エリザベス、お前の覚悟、しっかり受け止めたぜ。無視か、先手必勝。うれい。
虫の聖騎士、あんたは僕に用事があるだろう。ちょっと、すごい怪我だね。すぐ町まで連れて行かなきゃ。待ってください。私も連れて行ってください。何言ってんだよ、そんな傷で。残念だけど無理だよ。これから向かうのは敵が待ち構えてるバステ監獄だよ。そんな体で行っても何もできない。そうですよね。確かに私には力がありません。それでもメリオダス様と皆さんと共に歩んでいこうと決めたんです。約束を果たすために。泣かないんだね。僕のリュックの中に入れてあげる。でも揺れるよ。もしかしたら傷に触るかもしれない。それでもいい？ディアンヌ様。はい。おい、てめえバステの兵士だな。いや、俺はただ聖騎士様に脅されて監獄に捕まっている七つの大罪と医者の娘の居場所を知ってるな。待ってくれ。そんなこと話したら聖騎士様にどんな目に遭わされるか。聖騎士と僕らにこんな目に遭わされるのとどっちがマシ？これがナナコールの力だ。私が勝つ。
だぞ。そんな、そうでなくてはつまらん。なあ、ドラゴン神のメリオダス。まさか、七つの大罪の団長の。まさか、拳一つでわしの鎧を打ち砕くとは。見事。とでも言うと思うか、バカめ。薄皮の一枚に過ぎん。わしの真の鎧は離れに勝るこの肉体。さあどうする。おお、しょうがねえ。お前は俺の大切なもんを傷つけた。それがお前の罪だぜ。聖騎士様、一撃で。本物だ。本物の七つの大罪だ。ビヨー。本当にこの塔なのか？間違いないよ。僕を前にして嘘をつけるような兵士には見えなかったもん。そっか。しかし、物の見事にも抜けの殻だね。聖騎士吹っ飛ばしたのがよっぽど答えたんだろう。しょぼい連中だぜ。